大阪舞台「夜中に犬に起こった奇妙な事件」に出演中の俳優入江雅人が26日自身のツイッターを更新観客の席に苦言を呈したところ賛否両論の波紋を呼んだまずはこの時期の舞台は芝居中に客席のあちこちから席をする音が鳴りやまないものなんだろうか静かなシーンが多い芝居でオープニングからラストまでゲホゲホゴホゴホと聞こえてくるのは。 やりきれない、できれば気合と雨と咳止め薬で乗り切ってほしい。体が温まって出る咳は上着を脱ぐとか。と呼びかけたこのつぶやきに対しあるフォロワーはそれは言ってはいけないと思います。と反論まだ花粉の時期でもあるし私も咳でタオルで必死で抑えましたが出るものは出ます。残念すぎるお言葉です。と不服な態度を示した入江は。 それがわかるから何とかならないかとお願いしてるんですが出るものは出るというのは何とも残念な言葉です見られたならわかると思いますが音もない静かな大事なシーンでセリフの間がすくたびに咳が延々聞こえてくるのは経験がありませんと返とベテランの入り江をもってしても未経験の状況だったようだ全世界で1,000万部を超えるベストセラー小説を森田剛が主演で舞台化した話題作 この芝居は役者全員、物音一つに気をつけて舞台に出ています。それだけ繊細で静けさが必要な戯曲です。それを感じて必死で席をこらえてくれたあなたのような人に文句を言ってるわけじゃありません。何とか今の状況を少しでも改善して良い舞台をやりたいだけです。と訴えた、さらにこの繊細な舞台は静けさが、とても大切だからこそ少しでも状況が改善できないかとツイートした。 別に咳をした人を責めたりだとかそういうことじゃない一人二人じゃなくて経験のないほどすさまじいレベルだから何とかならないかと思うのは役者の傲慢とかそういうことじゃない良い舞台をやりたいだけだとしを説明したしかし咳をするならかに来るなときょもされ咳するなら見に来るなとか言ってるわけじゃないです。 気を使って申し訳なさそうなせをしてる方や何とか必死に耐えてた方々にとやかく言うつもりはありませんそういう配慮をした上でもう少しうまく伝えられればよかったです言葉足らずでしたと釈明、名論争は一旦着地した別のフォロワーからは演劇は観客も役者も同じ空間で同じ芝居を作る一員だというくらいの気持ちで見ています 実際客席の様子が演技に良くも悪くも影響することは多いと思います。入江さんのおっしゃることは何も間違っていないと思います。と賛成する声もあった。